はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今年もね、始まりましたということで、2021年の受験対策、スタートしていきます。で、今回は高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第71弾やっていきましょう。で、今皆さんの画面に問題が9問出てますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。 で、簡単にね、もちろん2021の初回なので簡単に説明させてもらうと、ぜひこの死守シリーズはえ、ストップウォッチを使ってもらって、とにかく短い時間で正当率を上げる、正解を導いていくんだというプレッシャーをかけながらチャレンジしてみてください。この死守シリーズは実際に効率入試で出てきた、本当にね、全国で出てきた問題の基礎的な問題。絶対に本番でミスしちゃあかんよ。得点取ってね。死守してねという。 問題を詰め込んだシリーズになりますのでぜひねそんな時間のプレッシャーをかけながらチャレンジしてもらえたらと思いますいいかなではねここから説明入っていきますのでどうぞよろしくお願いしますではではいつも通りねレトロなんですが画面下げますのでお待ちくださいいいよまあ、編集しろよとね思われる方もいるかもしれないんですが一応こんな感じでやってますでは解説の方やっていきましょうで解説も あの、自分がね、ミスした問題とか、一回さ、早送りしてもらえればさ、答え、丸付けできますので、した後に、ミスした問題とか、ちょっと気になる問題ね。あの、やり方本当に合ってんのかなみたいな問題だけ聞いてもらえればいいから、一回、時間短縮で、効率的に使ってください。じゃあ、まず1番から行きましょう8。8割4プラス6です。で、これは、まあ、割り算と足し算が両入ってると。で、 あのー、よく自分はね、実際に問題解くときも、結構突っ込みを入れながら <laughs> 解くタイプなんですよ。例えば、この問題見たときに、あれこれ作った人簡単にしとんなって思うんです。どういうことかっていうと、これ6、6プラスが先に来た方が難しいんですよ。6プラス8割4って。そうすると、足し算を先にやっちゃいがち。まあ14、14割4なんでちょっとね、違和感出るかもしれないですけど、なんからミスしがち。だけど、今回割り算先にやってんだよね。 でこの問題のポイントは何かっていうと、計算の順序です。どっから計算するのって。で、割り算と足し算があった時は割り算が先です。だから8、8割る4をやって2ですよね。で、2プラス6なんで、書いておくか。2プラス6になるから、答えとしては8になります。これで終了。でも6プラスが先に来とったら、引っ掛けようとしてんなって。そこに気づけたらさ、もちろんそのミスは落とし穴にはまらないでしょ。そういったものも意識するといいです。 っていうのが2番に来てるんだけどね。2番は分数でミスがしやすい。さらに足し算と掛け算が入ってます。これは掛け算の方が先です。括弧とか指数。あの3の、これあ、どっかあったっけないだ。3の2乗みたいな。あのこういうやつね。こういうのがあった時に、計算の順序は指数が先です。これをやった後に、括弧の計算。次が掛け割り。で、最後が足し引きです。順序はね。 だから足し算と掛け算があった時には掛け算を先にやんなきゃいけないんです。ここ先にやっちゃうとミスが出ます。だから掛け算先にやりましょうと。よいしょ。で、ここは掛け算そのまんまなのでここまいっちゃうね。10と5約分して2と1。9と3約分して1と3になります。つまり、もともといた2分の1。プラス、ここが2分の3になりますね。 二分の一足す二分の三。下が二で揃ってますので、二分のは変わりません。上が一足す三をして四になります。だから二分の四。でも答えにこれ書くと罰で、これは約分できるから、二と同じですね。で、これで終了。いいかなで、次がルートが入ります。で、ここは足し算と引き算なんで、あ、こういうルールは特にね、順序は気にしなくていいんですが、え、ルートに関しては、直せるものは直します。 直すっていうのは、ルート27って、ホニャララルートホニャララに直せますね。どう考えるか。まあ、細かいことはね、ちょっと動画長くなっちゃうんで、ゆっくり丁寧には説明できないんで軽くになっちゃうんですけど、細かいことはルートの普通の授業動画ありますんで、そこで確認してほしいんですが、27って 9×3 だよね。9327。で、9っていうのは、3の2乗と一緒です。なぜならサザンが9だから。 だから、3の2乗。2乗がなった、なると、ルートの外に出てこれるんだよね。この2乗のチケットを消費することによって、ルートの外にポーンって出てこれます。だから、ルート27っていうのは、ポーンって出てきた3。ポーンと出てこれなかった3が残るから3、3ルート3に直せます。で、もともとた2ルート3。この子は何も直せないんで、そのまま書いてあげましょう。で、もう1個。分数の有利か、あと、ルートね。これは、 ルートっていうのは分母。下にルートがあるとまずいです。まずいというか直さなきゃいけない。で、その直すことを有利化というんですが、どうやって直すかっていうと、ここのルートと同じものを上と下に両方にかけてあげてください。もちろんね、ちょっと複雑な問題になると、同じ問題、同じ数字じゃなくて違う数字かけた方が楽だよっていうことも起こるんですが、ひとまずはこう同じものをかけるって覚えちゃって。 下がルート5だったらルート5をかければいい。上と下にね。そうすると何が起こるかっていうと、下ってルート3かけるルート3ですよね。ルートって同じものをかけると、まあ、2乗と同じなので、ルートが外れます。つまり、ルート3かけるルート3っていうのは、3になるんです。これ覚えておきましょう。ルート7かけるルート7は、はい。そう。7になりますよね。っていうのは覚えておいてください。 そうすると、3分の、ここまる 3×√3 ってくっつくんで、3√3 になります。でね、この気をつけなきゃいけないのは、√っていうのは、√の中の世界と中の世界は約分ができます。外の世界と外の世界も約分ができます。ただ、これ、√の中じゃなくて外の世界ね、外に出てきた人と、√の中の人の約分はできません。いいかな?√ルートの外の世界と外の世界なら約分ができる。 で、消えるから1と1。つまりこれマイナスルート3しか残らないんですよね。こうなります。有理化すると。で、ルートっていうのは、足し算引き算はね、ルートの中身が揃ってれば計算ができます。で、計算した時にルートは変わらないの。こうなってる。で、外の世界の2足す3、つまり5だよね。5引く1隠れてるからね。5引く1なんで、 つまり答えは4ルート3ですよとこうなりますさあどんどんいきましょう次はですねえー、と反比例を言われた瞬間にあ y イコール X 分の a これが反比例ですこれはもう反射的に出るように覚えてくださいでこれのね変形した形で a イコール xy っていうのもあります ま、あ覚えておいても得です。ですけど、こっちです。これは必須。絶対に覚えなきゃいけない。こっちはできたら覚えてね、ぐらい。いいかな。で、ちょっと問題こう書いてないですけど、x が2の時に y がマイナス3です。いいか ?x が2の時 y がマイナス3。だから、入れちゃえばいいんです。入れちゃえば。2とマイナス3。で、こういう問題は、a を求めたいので、これを覚えておくと、a イコール x かける y なんでしょ だから、x が2、y がマイナス3ってわかるから、もうすぐ掛け算してマイナス6ですねってわかります。で、a のとこにマイナス6を入れてあげれば、y イコール、マイナスは横に出しましょうね。x 分の6となって、今回は y を x の式で表しなさいと言ってるので、これでも終了です。これが式。いいかな つまりこいつを覚えておけばもうどうってことないですよと。で、こういった問題は式を出しなさいだったらこれで正解。もう一歩先の問題は、それじゃあ、X が6の時に、ちょ、どうか。例えばね、例よ。X が6の時、Y はみたいな。こういうのも出てきます。 で、こういう時は、式を出した後に、x のとこに6を入れてあげるの。そうすると、y イコール、6分の6。約分すると、1ですよね。だから、それは y は1ですよ、みたいな。つまり、これが解ければ、こういうふうに出されても、全然問題ないぜってなるわけなので、まセットでね、ぜひ覚えておいてください。では、5番参りましょう。ちょっとこの子消しますね。 え、これは比例式と言われるやつです。比が入ってる。x 対括弧 4x-1 イコール1対 x 比例式ってやつ。で、この解き方は覚え方。中、中、外、外です。い中、中、外、外。何かっていうと、中、内側と内側を掛け算。外側と外側。切れてたらごめんなさい。掛け算です。入ってるかなあ、いたら OKOK、OK, OK。もうこれが覚え方。で、外、外、中、中,中でもどっちでもいいです。 あ、ほら、外外の方がいいかな。外と外掛け算すると x、x かける x なんで、x 2乗。イコール、中中です。まあ、1かけるなんで、そのままだよね。4x-1。この比例式は、こうやって式を変えられるの。中中、外外。もしくは外、外外、中中でね。で、これ、全部左側に持ってきましょう。持ってくると、x 2乗、符号変わるから、4x プラス1、イコール0となります。あとは、これ解きなさいって言ってる。 で、これはもうよくあるやつですね。はい。と、あのー、因数分解ができないので、解の公式を使っていきます。で、これ今回ね、解の公式かける場所がないんでね、口でなっちゃうんですけど、x イコール 2a 分のマイナス b、プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac ってあの、呪文ね。授業で呪文言わせるやつ。<laughs> あれを使っていくと、a はここの数字、つまり1です。b はマイナス4、c はプラス1を入れていく。だから、 2a 分の2かける1なんで2分のマイナス b だから b にマイナスをつける。符号を変えるから4に変わる。プラスマイナスルート b の2乗。マイナス4の2乗なのでマイナス4かけるマイナス4です。マイナスとマイナスだからプラスになるね。で、四四16。ちょっと出します。b の2乗マイナス 4ac はマイナス4かける a かける c。つまり、えっと、マイナス4になりますね。 つまり、ここが、12になります。ああ、できたーって思いたいんですけど、ここだけじゃなくて、ルートは全部、あのルートが出てきた時にね、まあ、反射的に思ってほしい。ルートの中身チェックを絶対しなきゃいけないなって思うの。つまり、出せないかなって。さっきみたいに。こうやって。で、これ出せるんですよ。12が。どう出せるかっていうと、12は4、4×3 ですよね。四三12。で、4は、 2の2乗なので、この2乗チケットを使うことで出てこれます。つまり、この子、ちょっと黒って書いちゃうよ。2ルート3なんです。2ルート3。で、ここで気をつけなきゃいけないのが、えっと、同時約分って自分がよく言うんですけど、ここと、ここと、ここを3箇所同時に約分できるときはしなきゃいけないんです。で,できる。なんでできるか。2、2、2で割れるから全員。 全員2で割れるよねで2で割るとここは1になるだからまあ分数なくなっちゃうんだけどここが2ここが1になるので2プラス,マイナス1 3って1はかけないからルート3だけ残してこれで終了となります。で解の公式はちょっと応用の解の公式があるんでそれを知ってれば一発で解けるんですけど今回ちょっと紹介せずにこのままいきますねこっちができればいいです基本的には。 では6番、まあ、時間、結構つ、あれだね。大丈夫かなちょっと待ってくださいね。うん、やばいね。行きましょう <laughs>。え、6番行きます。えー、ルート7より、大きくて、これより大きくて、これより小さい。ルート31より小さい、整数をすべて書きなさい。整数っていうのは、分数と小数を除いた、まあ、普通の数と言われるやつです。1、2、3、4。もちろん、0とかマイナスも入ります。まあ、今回ちょっと関係ないんですけど。じゃどっから入んのかなって考えるとね、これは、もう、例えば、 はい2皆さん2ってルートいくつでしょうかはいということはこれ4ですねこの直し方を知ってるかどうすかです,3はルート9ですじゃあ4はってどうやってるかっていうと普通の整数まあ分数とかもできますけど普通の整数をルートの中に全部ボーンってぶち込む時は2乗すればいいんです2乗つまり2の2乗 2×2 をして4にする 3×3 でルート9。4×4 でルート16となっていくんです。だって出るときは2乗のチケット使ってるからね。入るときは2乗ゲットできるわけです。いいじゃあ、これが分かってれば、ルート4ってさ、7と31の間にいないよね。あ、君はダメだと。でもルート9は7と31に入ってる。16も入ってるよね。で、5もルート25だから入ってる。でも6になっちゃうと、6636で出ちゃうんだよね。 じゃあ入れない。じゃあ入れるのは3、4、5の3人。整数をかけと言われてるから、3、4、5と、この3つをかけば正解となります。こうやってやってください。この直し方を知っていれば問題ないからね。で、7番です。ちょっとパズルゲームっぽい感じになるんですが、あの、あいう絵の選択肢はちょっと編集で出しておきます。この辺にね。えっと、3つの数に関して、A、B、この2つをかけると、負になる。これは、 0より小さいだからマイナスになると言ってます。3つをかけるとプラスになると言ってます。この情報だけで ABC がプラスとマイナスどっちかっていう推理をしなきゃいけないんです。で、まずね、こっちからわかること。これはかけて負になるってことは A か B のどちらかがマイナスですよね。 なぜなら、プラスプラスでかけたら答えプラスになっちゃうし、マイナスマイナスでかけても答えプラスになっちゃうからね。どっちかがマイナスだなってことが分かります。じゃあ、それを思った状態でこっちを考えると、今、a かける b ここね。この部分はマイナスなんだよね。こう書いてある。で、答えがプラスになるためには、こいつらマイナスなんだよ、セットで。マイナスに、ここ、C。この子が、 マイナスになってくれないと、くれないと、プラスにならないよね。だってこいつらマイナスなんだもん。マイナスとマイナスぶつけないと。だから、C がマイナスだけはもう決定したの、ここ。OK? 決定。C がマイナスは決定しましたと。そうすると、選択肢があと A に減ります。この辺見てください、編集のね。A と A になる。E、と図はさ、C がプラスだから違うでしょで、あと A と A を見ると、A は A と B 両方プラスってなってる。ダメじゃねって。で、A は、 A がマイナス、B がプラスになってるから、今回の選択肢で選べるのは A だよねって。っていう推理になります。OK。まあ、こんな感じです。あと2問いきましょう。で、8番ですえ。次のように1から6までの数字が繰り返し並んでいると。左から100番目の数字は何かっていう。まあ、規則性と呼ばれる問題です。規則で並ぶだけだからね。 で、これはさ、もう、地道に数えてもいいと思う。普通に。だって、1,2,3,4,5,6でしょちょっとこっちに並べるけど。はい、7,8,9。って、6個ずつ並んでるから、こうなるわけじゃん。で、これで、100がどこの列に出てくるのって話なわけだからさ。で、どこ数えてもいいんですけど、今回は多分、ここを数えるのがやりやすいんじゃないかなと、俺は思います。なぜかって、6の段だから、ここ。6、1が6、6、2、12、6、3、18ってなってくるんでしょ この辺はさ、何の段じゃなくて、6を足し続ける方だから。まあ楽な方はそっちもいいんだけど。で、考えていくと、まあ、6×10 が60じゃん。で、6の段をこうね、どんどんやっていくと、96って出てきます。これは 6×16 です。え ?6 が、まあ6の段って言って66ましかやらないと思うんだけど、続けていくと96が出てくる。ってことは96がここにあるの分かったから、はい、97、98、99、 100ってことで、100は4のグループに所属する。つまり、左から100番目の数字は何ですかって言われたら、4ですね、と。いいかいこれで終了です。で、もし、こんなね、並べるとか6の段とか気づかないよって思う方は、地道に並べてください。これは自分がよく効率の問題とか手術の問題結構見てくるんですけど、効率の問題だったら、これが1000とかになることはほぼないです。 大体数えられる範囲で出てくれる。あ、これ俺もうと大問1とかの簡単な問題だからってこともありますけど。だからそういっためんどくさいな、でも数えたらいける気がするなって思う問題は、一回ね、あの、時間かかりそうだから飛ばしていいです。実際の受験の時は。飛ばしてもらって、最後まで一周して、戻ってきた時に時間が余ったらやってもらう。それでもいい、作戦としては。ただ、めんどくさい理由だけで得点3点4点を捨てちゃダメ。 それ、受験3点、4点の中に何十人、何百人でいる可能性があるんだから。抜けるんだから、それだけ。この1問取った取らないで合格、不合格が変わることだってあるんだから。一回、泥臭さは大事よ。いいかなっていうのはまあ大事にしてください。まあ実際はね、こうやって6の段でチェックすると楽かと思います。で、ラストです。えー、今回は、えっ、ー、と、AB、あ、ごめんなさい。不合格、あ、てねえや。あれ書いてなかったね。そして、俺のこの図。今回、ちょっと下手くそだったわ。AB イコール AC の二等円三角形、ちょっとごめん。 ここね、二等辺だと思って、長さ完全に違ったけど。で、この時に、えっ、ー、と、各 X、ここね、の角度を出しなさいという問題。で、これはね、アプローチの仕方多分いろいろあると思います、実際は。で、補助線引いて自分は解いたんですけど、違うやり方でもいいです、導ければ。ただ、ま、一個の例として受け取ってください。自分はね、X がここにあるので、ここを伸ばして三角形を作っちゃいました。作った。 で、角度の問題は、もし、パって答えがひらめかなかったときは、とにかくわかる角度を書きまくって、その角度が使う、使わないはどっちでもいいから書きまくることが大事です。例えば、ここ。まあ、これは使うんだけど、ここわかります。で、わざわざ、これとこれ、L と M を平行な線にしてる。平行な線を作ってるときはもう100、100%錯覚使うから。もしくは同位角で、錯覚っていうのは、錯覚の Z って覚えてください。錯覚の Z。 アルファベット Z ね。Z。もしくは錯覚の逆 Z。Z の逆もあるんですけど、それでいけます。どうやるかっていうと、今は Z 逆 Z ね。ここに Z ができるでしょ逆の。その Z の尖ってる部分、こことここが錯覚の関係。つまり、同じ角度になります。こことここは。だからここ47度ってわかるの。いいかい で、もう一個。今、わざわざここ二等辺三角形って言ってくれたね。ちょっと青にします。ここ二等辺三角形。あの、図の汚さはごめんなさい。で、二等辺三角形っていうのは、ここ42度ってあります。三角形は全部で180度なので、42度を使うと、残りが、えっ、ー、と、138度だね。残り。これ残りね。がありますと。で、138度を、 こことここ、まあ、定角って言うんですが、屋根の長さが一緒の時のこの角度は同じです。二等辺三角形は。だから、138を2で割ると、こことここの角度出てきます。2で割ると、え69度か。だから、ここも、ここも、69度ってことがわかる。で、まあ、これかっこよくパって解くこともできるんだけど、地道に行きますね。ここの三角形見てください。 今、69度のお隣さんですね、ここ、お隣さん。直線があります。こうやって尖ってて、こことここの角度の関係は当然足したら180度ですい。直線の上に乗ってるから足せば180になる。つまり、69度お隣さんが出てるから、180から69を引けば、ここが111度。点が出てきます。はい。三角形の中。 111度、47度が出てきたので、残りの X はいくつと言われたら、これ、赤だね。<laughs> ごめん。青で書いちゃった下いけるかな。X イコール180引く、この2つを足した角度だから、158度。え、つまり、22度。これが答えになります。 いいかなで、さっきこのところに求められなくても、ちょっともうごちゃごちゃしちゃってごめんなんだけど、ここの三角形あるじゃん、ここ。ここってさ、47と x になってる。内角と外角の関係で、三角形の2つの内角足したものは、残った角度の外角と一緒なんだよね。つまり、x と47を足すと69になるっていうのがわかるから、69-47して22のが早い、本当は。 それに気づけたらそっちの方がかっこいいんだけども、普通に三角形の中に角度集めようぜって。だって二つ分かればいいんだから。ここの角度が分かれば出せるから、X は。そっちの方が多分、数学が苦手な方とかは導きやすいというか分かりやすいと思うので、こっちでも全然構わないから。かっこよさのはいいんだよ。受験の時は得点取れる方が大事なんだから。まあ、できれば両方のね、アプローチを覚えてほしいんですが、ぜひこんな感じでやってみてください。 はい、ということで、えー、2021年の初死守でございました。あの、死守シ,シリーズ多分ね、増えると思うんですが、毎回、長くなります、動画が。なぜかっていうと、問題数多いんで、説明すると長くなる。だから途中でも言ったんだけど、自分、まあ、最初にね、問題解いてもらって、で、この画面まで飛ばしてもらって、ちょっとごちゃごちゃしてるけど、一応こうやって、赤をの、こうなんだろう、順番で線引いてるからさ、答えの部分見てもらって、丸付けをする。で、その後に、間違った問題とか、やり方が不安な問題、 例えばこの今回さ6番と9番が不安だったら動画飛ばしてもらって6番と9番だけ聞いてくれればいいからいい全部見るとあと時間取っちゃうしでもしくはいっぱい見たい方は1.5倍速とか1.25倍速とか倍速再生うまく使ってください一回みんなの時間もったいないからぜひ効率的に受験対策の動画ね使ってもらえたら嬉しいですでは今回はね趣旨シ,シリーズ第71弾やらせていただきましたこんえっ、ー、と最後もうちょっと今回の授業はこれで終わります以上です 还能来说